皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病闘病生活の気晴らしにね、持続化動画を配信していきます。この動画でね、白血病がになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、今日はね、白血病のお話です。僕とは違う種類の白血病になってしまった池江璃花子さんのお話とね、そもそもその白血病ってどんなもんなんかっていうのをね、めっちゃ簡単に今日はお話ししていきます。でそんなね、池江璃花子さんがですね、今度の今月の29日の大会にですね、 50m 自由形にエントリーしたっていう話なんですけどもね、早ないですか。まあ人によってね、その回復のペースっていうのはね、人それぞれなんで、ほんまにその治療もリハビリもね、トレーニングもね、きっと先生の指示に従ってやってることやと思いますので、まあ僕がね、心配するほどのことでもないんですけども、まあでも自分自身とね、ちょっと比べてしまうとね、すごいよなぁってこう思いますね、やっぱりね。まあね、アスリートとおっさんをね、比べて飽きませんけどもね。でそんな池江璃花子さんなんですけどもね、まあ2019年の2月にね、急性リンパ性白血病とね、診断されて闘病されました。白血病というのはですね、血液の病気でね、血液中にはですね、その酸素を運ぶ赤血球と、病原体と戦ってくれる白血球っていうのと、出血を止めてくれるね、血小板などね、まあ、様々な細胞が流れています。これらの細胞っていうのはですね、元となる幹細胞っていうのがね、骨の中で増殖して変化して生まれていきます。しかしですね、その生まれてくるその過程のどこかでですね、異常っていうのがね、起きてしまって、がん化した細胞が、白血病細胞のことなんですけどね、それがね、無限にこう増え続けるのがね、白血病という病気なんですよ。今はまだね、その発病の詳しい原因とは、ね、いうのは分かっていません。そんな白血病っていうのはね、この週単位、月単位でね、早く進行する急性っていうのと、年単位でゆっくり進行する慢性というのに、2つに分けられてるんですけども、またそれとね、異常が起きる細胞の種類によって、骨髄性とリンパ性というのに分けられます。急性リンパ性白血病っていうのはですね、若い世代に多いみたいなんです。僕自身は骨髄性でした。この説明やったら、僕はね、若い世代に入らなかったんやなってね、そんな感じで思います。それはいいんですけども、ほんで今回ね、その池江さんとか僕がのその急性の白血病っていうのは、息切れとかだるさとかね、関節の痛み、発熱などの症状が出ます。でこれはですね、その増えた白血病細胞がね、正常な血液細胞をね、もうできるのをこう妨げてしまったりとか、他のね、臓器をね、傷つけたりとかね、あとはその白血球の減少によってね、その体にね、そのいろんな感染がね、起きるためなんです。そんな治療法としましてはですね、抗がん剤を使います。急性の場合はですね、その数ヶ月間の入院でですね、その抗がん剤っていうのをね、点滴で入れる治療になってるんですけども、白血病細胞っていうのを、顕微鏡でね、こう見るんですよ、細胞を採取してね。それで顕微鏡で見てもわからないような水準の基準ぐらいまで減らすことによって、それで治癒ですよっていうところまでを目指すんです。ほんでね、再発した場合とか、抗がん剤が十分に効かなかった場合とかっていうのは、血液細胞のね、元になるその幹細胞っていうのをね、最初に説明しましたの、骨の中でできている幹細胞っていうのの、移植を検討します。その幹細胞っていうのはですね、その骨髄、骨の中とかね、赤ちゃんのへその緒あるじゃないですか、お母さんと繋がってる胎盤とかね、そこに含まれているね、細帯血っていうのがあるんですけども、その中から、取ったものとかを使用する場合があります。池江さんもね、血液のその幹細胞移植をね、されてね、無事に退院されました。そしてそんな池江さんがこの度ですね、白血病と診断される前の最後の大会から数えて594日経ったぶりの今度29日のレースに復帰するとね、おとついか、もう4日3日ぐらい前かな、11日にね、発表されました。でそのレースっていうのがですね、今度29日にね、行われます東京都特別大会の女子 50m 自由形でございます。
だからね、池江さんがね、レースに出場したらね、去年の2月に白血病を公表してからの後からやったら初めてのレースになります。でも今はそのエントリーしただけなので、でも今の池江さんの気持ちの中ではもう絶対出場してやるぜっていう気持ちでいっぱいなんでしょうね。ね、これがね実現したらですよ、テレビやニュースでね活躍する姿を見えることができるんでね、もうこれはね嬉しいですね。ぜひともね出てね頑張ってほしいもんですよね。まあ、結果はねそれはね期待されるでしょうけども、本人もね出るからにはそれはいい結果をね残すことを前提でしょうけども、でもどっかね、まあ、無理はしてほしくないですよね。でもまあ無理をしてほしくないんですけども、別にねもうね無理とかちゃうかもしれないんですよ実はね。あのね、7月にはね、公開練習をね、したらしいんですよ。で、その7月の公開練習ではですね、目標としてはもっと先の10月にある日本学生選手権の出場を掲げていてですね、その学生選手権の個人種目に出るためにはですね、その大会前に、まあ、一定の基準タイムをクリアする必要があるというんですよ。だからそのために今月29日の 50m 自由形にエントリーしたんだそうなんです。公開練習もしててね、さらに目標が29日のね、今月の29日の大会じゃなくて、さらに先の10月の学生選手権なので、もうそこまで回復してていたんだとね、僕はね驚きを隠せません。そんな池江さんはですね、公開練習の時にはですねこう語ってたんですよ。もしかしたらもう元に戻れないかもしれないという気持ちがあるので、病気の人たちにもねここまで強くなれるんだぞということをね知ってもらいたいとね話してたんです。知ってますよ、もう十分ですよ。もう彼女はね白血病サバイバーのね希望の星です。でも無理してほしくないですね、まだ若いしね。この前までだって東京オリンピックの次のオリンピックを目標にして頑張ってはるってねおっしゃったからね、こんななんか大会っていうのに出るなんてまだまだほんまにずっとずっと先のことやと思ったんですけど、でもよう考えたらそのまあ他の競技でもそうですけども、そのまあオリンピックに出る前にも選考会っていうのがあるしね、選考会に選出される前にも、まあ、それなりにそのね、それの基準となる国内の大会でね、あの規定のタイム内じゃないとねいけないし、その他の競技とかでもねやっぱそれなりの結果じゃないといけないわけなんですよ。でもそれをね、そのそっからこう遡っての今回の29日のことやったら、まあまあわからんでもないかなと思いますね。でもまあ無理せずにね、いいペースで保ってね頑張ってほしいですね。僕はねそんな池江さんを応援します。やっぱりねそういうねいいニュースをね見るとね、明るいニュースを見るとねほんまに希望を持てますよね。特にそういう池江さんの病気と、まあ、今回ね僕の病気というのがすごい一緒の白血病という括りで、まあ、一緒なんで、まあ、種類が違うんですけど大きな括りでは一緒なんで、やっぱりねそんな人らが頑張ってねこれから健康になっていくっていう姿を、強くなっていくっていう姿をね見せてもらうことができると、あー俺も絶対頑張ろう、絶対復活したんねんっていう気持ちになるんでね、きっとね見て、あの他の病気でも、これは入院してる人らでも今ね病気を抱えてる人らでも一緒の気持ちになると思うんでね、ぜひね頑張ってもらってね、あのみんなでね応援しましょう。そんな感じで今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。